なんかね、気づいたんだけど、一回ハマるとすごいやり込む癖があって、スプラトゥーンも今はあんまりやってないけど、前にすごいやり込んでて、もうそれがね、もう本当に多分、1と2合わせたら2000時間やってると思うんだよな。マリカもそうなっちまうんじゃないかとまで思うぐらい今ちょっとマリカやってますね。2000時間にしたらそんなにうまくはないけど、やっぱりその経験的に経験値はたまるから、マリカも来年にはもしかしたらモサモサになってるかもしれないけどいや頑張りたいなって思った。なんかこういう風に熱くなれるものができたのはすごい嬉しいなって思った。